ウェーブスキーとはサーフィングスポーツの一つ。ウェーブスキーとも表記される。カヤックのように座ってパドルを使い、波に乗る。パドルを使うのでパドリングスポーツの範疇にも入るが、純粋なサーフィングギアである。サーフボードに似た、やや厚みのあるボードにフットストラップ、シートベルトが付いており、着座したまま波乗りする。ボトムには先端フィンと2本のサイドフィンが付いており、 波のサイズや自分のライディングスタイルに合わせ位置を微調整することができる。二人乗りのタンデムも存在する。サーフィンのテクニックとカヤックの基本テクニックが要求される。波乗りの際はサーフィンと同様のルールが要求される。ボードの上に立つサーフィンより視点が低いので通常のサーフィンよりもスピード感があり普通のサーフィンでは乗れない。 小さな波や緩やかな波にも乗れるメリットがある。普及品のモールドタイプ、サーフボードと同じように個人の身長、体重に合わせて、ボードブランクを削って作るシェープタイプがある。上級者用の多くは、シェープタイプである。上級用になるほど着座した時のバランスは悪くなるが、スピードやマニューバビリティは、格段に向上する。ハイスペックな上級者用ボードを使用すれば、 サーフィンと同様のテクニックも可能である。パドルを使い、ゲティングアウトし、波を捕まえて波乗りする。パドルは、スキーのストックのように、ターンなどの際に海面に刺したりすることから、ウェーブスキーの名がついている。容易にひっくり返るが、カヤックのリカバリーテクニックである。エスキモーロールを習得していれば、サイズの大きな波にも挑戦できる。生まれは、カルフォルニア。 1968年のメキシコシティオリンピックのカヤック競技の選手だったマーブラーソンは座って波乗りできないかとサーフィン用のカヤックを作り出した。その後、普通のサーフィンの性能に近づけたものを追求しボードの上に座るウェーブスキーを発明するに至った。1960年代末にパシフィックバイブレーションとソルトウォーターワインというサーフィン映画で ラーソンが9フィートのフィンなしウェーブスキーで10フィートの波を自由自在に乗りこなすシーンが紹介され、これに刺激を受けた王子たちがコピーを作り、次々と改良を加えていった。ラーソンは南アフリカに招かれ、英国ではサーフカヤックのデザインを売り出し、ウェーブスキーをオーストラリアに送り込んだ。南アフリカと英国もこのウェーブスキーの進化を直ちに受け入れた国だった。 オーストラリアではパドルを使い慣れたライフセーバーや彼らの OB たちの間にブームが起こりライフセービング用品の製造メーカーがウェーブスキーを作り始めた。シドニーやニューキャッスルではラディカルなデザインを追求するグループも現れた。ロジャー・シャクルトンはウェーブスキーのデザインにサーフボードの理論を採用した。以降、サーフボード同様のポリスチレンフォームから削り出す。 ハンドシェイプのタイプのほか、モールドタイプなどが作られるようになり、オーストラリア、アメリカ、南アフリカ、ニュージーランド、イギリス、オランダ、フランス、ブラジルなど多くの国で互いに触発、影響されながら、現在のようなウェーブスキーに進化してきている。シドニー郊外に住むシェーンステッドマンは、1980年代中頃には、 ウェブスキーを進歩させようとエポキシ樹脂でコートするボードを試み、現在ではハンドシェイプのほとんどがエポキシ樹脂のボードになっている。アメリカではカリフォルニアのアイランドウェーブスキー、オーストラリアではシェーン、ウェーブマスター、デッカ、デスラッシュ、ファントムなどのブランドがある。フランスや南アフリカ、ニュージーランドにも優れたメーカーが存在する。ちなみに日本では 個人で作る人はいても、ファクトリーはない。いくつかのショップが海外から輸入している。鴨川にあるショップシートスもその一つとなっている。今では、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイを含むアメリカ、南アフリカ、フランス、アイルランド、イギリス、オランダ、ブラジルなどで多くの愛好者がおり、世界ウェブスキー協会が主催する世界チャンピオン大会、世界選手権大会が、 定期的に開催されている。各国にはそれぞれアソシエーションが組織されており、活発な活動を展開している。日本でも1980年代前半に連盟が作られ、ジャパンカップなどの全国大会も毎年開催され、いくつかの大学にも同好会が結成されたが、広く普及するにまでは至っていない。現在では、ショップ主催の大会が、 それぞれの地域で開催されている程度だと推測されるが、その一方で根強い愛好家も依然として存在し、湘南、千葉外房付近で見かけることがある。ありがとうございます。